会いた。あ、ごめんね、踏んじゃった。行ってって。大丈夫、骨折れてない、大丈夫？折れてないわ、大丈夫よ。よそ見しててごめんね、痛いの痛いの飛んでって。もう大丈夫よ、お母さんもびっくりして大きな声出してごめんね。花子の足も踏んでいいよ。踏まないわよ、なんで踏むのよ。申し訳なくて。気にしないで、怪我してないし。でもこれからは気をつけようね。はい、弟子。よしよし、じゃあ今夜のお話ししましょうか。花子、こんなお話はどう？高尾。私が小学校6年生だったある日、いきなり母がこう言った。あんた中学校は私立に行きなさい、お金出すから。え、なんで？やだよ、友達と一緒の学校がいいよ。私の周りの親戚はみんな頭が良くて、みんな私立や名門と言われるような学校に通っていた。しかし私たち兄弟はみんな絵に描いたようなバカで、親は親戚の集まりの時いつも下に見られて嫌味を言われていた。それで母がうんざりしたらしい。私立ってお金かかるんでしょ？うちはそんなにお金持ちじゃないじゃん。無理して金を出してまで私立に行かなくていいんじゃないか。お前は見栄を張りたいだけだろう。父もそう言ったけど、母の気持ちは変えられず、私は私立の中学に入れられてしまった。そして入学式、周りはもちろん知らない子しかいなくて、教師もみんな感じ悪かった。私以外もみんな頭悪そうなのばっかりじゃん。私が入った学校は頭のいい子が入るようなところじゃなくて、お金さえ出せば誰でも入れるような学校。柄の悪そうなのも何人かいる。私は本当にこんな学校来たくなかったと思った。ああ、トイレ行ってこよう。席から立ち上がって振り返った瞬間、いて！同じクラスの男子の足を踏んでしまった。てめえ、いってえな。大げさにそう叫ぶ。私は慌ててごめんって謝った。でももともと声が小さいのでその子に聞こえなかったらしく。足踏んどいて謝りもしねえのかよ、このブス女。それからというもの、その男子、高尾に嫌われてしまったようで、目の前で嫌味を言われるようになった。毎日毎日わざわざ私の席までやってきては、お前ってキモいよな、何その髪型、なんて言ったり、机の上に置いてたものをわざと床に落として踏まれたりされた。知り合いもいないし、もともとおとなしい方だから友達なんてすぐに作れないし、誰も助けてくれない。最初は我慢していたけど、次第に我慢できなくなって、放課後誰もいなくなった時、私は高尾の教科書を破いたり、上履きの紐をちょん切ったりと陰湿な仕返しをするようになっていた。ざまあみろ。そしてある日、暗い子さんは学校に来ないでください。お前って友達いねえよな、ぼっちぼっち、なんてその日も散々高尾にいびられて、めちゃくちゃイライラして放課後やつの机を蹴り飛ばしていた時のことだった。お前が学校来るな、このクソ野郎。あ、思わず力が入りすぎて机をガッシャンと倒してしまった。やばいやばい、やりすぎた。あ、引き出しから高尾の写った写真が出てきた。満面の笑みでピースしてるあいつの写真。私はその姿が憎らしくて仕方がなかった。そして思いついたんだ。この写真、呪いに使えるかも。なんでそんなことを思いついたのかっていうと、前に一度高尾に呪いをかけてやろうと思ったことがあったから。パソコンで呪いのやり方を調べていたら、呪うのに必要なもの、呪いたい相手の体の一部、もしくはその人物だけが写っている写真を用意すると書いてあったから、体の一部は入手不可能だった。高尾は私が近づいただけで
キモいだのなんだの言ってくるんだから。呪いの作戦は私の中で諦めていたことだったけど、この写真があればできる。私はこっそりその写真を持ち帰って調べた通りに呪いを実行した。高尾のバカ野郎、今に見てろ。たとえ呪いがかからなかったとしても、呪う真似事をやるだけで私の気分はすっきりしていた。そして呪いをかけた後、やっぱり何にも起こらず1週間ほど経った。ある朝、私が早めに登校すると教室にもう高尾がいた。教室には高尾と私だけ。やつと目が合ってしまった。私より先にあいつが目をそらした。また嫌味でも言われるかと思ったのに、今度は無視。なぜかその日は嘘みたいに悪口を一度も言われなかった。やけにおとなしいと思ったら、高尾は次の日学校に来なかった。あいつ休みだ今日は平和だな。するとクラスの子たちが噂話をしているのが聞こえてきた。あいつ万引きしたんだって。親が泣いて店長に土下座したんだってよ。万引き？嘘？だから今日休んでるんじゃない？次の日、高尾は普通に登校してきたんだけど、教室に入ってきた途端、泥棒が来たぞ。みんな自分のもの隠せ、盗まれるぞ。泥棒だ。クラスのみんなが笑いながら自分の荷物を隠していた。明らかに高尾は動揺していた。それからというもの、高尾のクラスでの位置づけは最下位。典型的な仲間外れや嫌がらせを散々されているのを目の当たりにして、いつもの私だったら助けてあげたいと思うところだけど、相手は何せ私を散々なじってきた高尾だ。いい気味でしかなかった。面白い、待ってやれ待ってやれ、さま見ろ。それから何日も経ってもクラスメートの高尾への態度は相変わらずひどいもので、その反対に今までまるで相手にされてなかった私にはたくさん友達ができた。そんな時、突然高尾が話しかけてきた。おい、お前、放課後ちょっと顔貸せよ。は？玄関出てから裏庭で待ってろよ。今更謝ろうとでも思ってるのかな。許すわけないじゃん、なんて思いながら裏庭に向かった。何の用よ。から。は？聞こえないんだけど。声が小さいわよ。謝るからもうやめてくれよ。は？何のことよ。私は何もしてないじゃない。だから俺が嫌味言ったりしたのは謝るからもうやめてくれ。高尾は泣きそうになってた。意味がわからない。私はこいつがみんなにいびられている様子を楽しそうに見ていただけで加担はしていない。お前だろ。お前があの夜出てきてからこんなことになったんだよ。あの夜って意味がわかんないんだけど。夜、金縛りにあったんだよ。全然体動かなくて。でもちゃんと目は見えてて。そしたらお前が俺の上にのしかかってて、ニヤニヤ笑ってたんだよ。それを聞かされた途端、自分で自分が怖くなった。それって、生き霊ってこと？呪いが効いたんじゃなくて、私の生き霊がこの事態を引き起こしたってこと？万引きだって。俺が気づかないうちにバッグに物が入ってて。俺じゃないんだ。俺やってない。でも防犯カメラには俺が撮ったのが映ってて、全然何が起きたのか分かんなくて。頭が真っ白になった。そんな、知らないわよ。私のせいにしないでよ。私はそういうのが精一杯で走ってその場から逃げた。高尾は以前にも増してクラスで孤立していく。それを見るのが前はすごく楽しかったのに、もう怖くて見ていられなくなってしまった。そしてついに事件が起きた。高尾が飛び降りて死んだ。修学旅行で何人かの生徒に川に突き飛ばされたのがきっかけで、我慢の限界が来たと遺書に書いてあったそうだ。
それから少し経って出来上がった修学旅行の写真が壁に一斉に貼り出された。それを眺めていた時だった。おい、心霊写真じゃないこれ。どれどれ。高尾の肩のところ、見て。修学旅行の集合写真に写った高尾の姿、そこには確かに写っていた。高尾の肩を爪を立ててわしづかみにしている手が。はい、おしまい。あっという間に二人の立場が逆転してしまいましたね。写真に写った手は主人公のものだったのでしょうか。でも高尾くんはとても意地悪でしたから、もしかすると主人公以外にも恨みを買っていたのかもしれませんよ。おやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。